関口一郎は日本のドイツ語学者。今もなお日本のドイツ語教育の改革者として知られ、同じくドイツ語学者、関口次郎祖父に持つ。長野県千野市生まれ、東京都日野市で育つ。東京都立南多摩高等学校卒業後、1968年、上智大学文学部卒業。1973年、 早稲田大学大学院文学研究科博士、家庭修了。高校卒業時までは、名門のギター教室に通うなど、音楽を愛好し、早稲田大学院在籍中は、文学に転校、ペンネームで小説を文学同好会の冊子に発表している。1976年から1978年まで、アーヘン大学に留学以降、東欧も含め東西ドイツ渡航歴多数。 1988年にはサバティカルとしてミュンヘン在住。慶応義塾大学小学部ドイツ語教員を経て、慶応義塾大学総合政策学部教授、元 NHK テレビ、ドイツ語講座講師。執筆した教科書、他著書多数。晩年に発売された学部から使う外国語へ、慶応義塾藤沢キャンパスの実践は、 当時の語学教育書として記録的ベストセラーとなる。1984から1988年、NHK 教育テレビ、ドイツ語講座の講師としても活躍し、外国語講座の新たなスタイルを確立した。1986年7月、慶応義塾大学進学部検討委員に選ばれ、進学部の構想に携わる。 1987年6月新学部設立準備委員として具体的な実行プランの検討を始める。湘南藤沢キャンパスではインテンシブ外国語の計画と立ち上げに尽力し、コミュニケーション中心の使う外国語教育を目指した。旧言語コミュニケーション研究所所長という学問分野の肩書きの他にも初代スチューデントライフ委員長を務め、 七夕祭りなどのイベントにおいて学生を支援するなど幅広く活動した。1994年慶応義塾大学より義塾賞を代表授与。ありがとうございます。